おはようございます。はい、車中泊のハイエースちゃんです。じゃあ、このように皆さん収納されましたので朝の散歩に行ってきます。今回この椅子を畳んでフラットにするということは、このピンクのゲージ2つをどかさなきゃいけなくなりました。これを倒す、あ、違うよ、倒すんじゃない、これ外すな、これ始まったんですよ、違う、これを外します。掃除機するの大変だね。このバーでこれを固定してみました。これって多分引っ越し用の中だと思うんですけどね。そうすることによってこのレバーを上げてこういう風にしてこう倒すと一つのフラットの空間が出来上がります。これを全部きれいにします。完成しました、きれいになりました。ちょっと開けてみますね。ピロリロッチリーン、お一人様、車中泊用で、このようになっております。テーブル、まあ、お家に帰ってから布でもなくてきます。で、実はこのテーブル一つ下に収納になっております。この中で適当な布を入れて収納ができます。で、ちょっと一旦これだけどかしてみますね。で、実際問題雨とかの雨具がすぐ出せるようにここに、あ、何の音がない、あ、ごめんなさい、間違えた、これは寝る時のあのハイエースをクロックなんかするやつですね。なんていうのかな、名前がわかんないけど窓ガラスに貼ったりするやつで、これはすぐ取り出せることに置いてあります。そして問題が発生しました。私の足のサイズもとても小さくて 22.5 です。ここにぴったり入るように持ってます。要するにこうやって寝られるということだったんですね、本来は。がしがし、ここにマットを置きました。何が起きたかというと、足が入らない足が入らないのでこのようになってしまいます。でも頑張れば入ることはできます。完全にフラットで寝られるんですけども、全く寝返りが打てない。そして腹筋するにはもってこい、腹筋するにはもってこいなんですけど、そういうわけにいかないので、まあ、多分寝るときはこうなっちゃうんじゃないかなという気がします。そして先ほどのテーブルをで寝たり、ここでいろいろやったりできます。で、愛犬たちはこことここに収納されます。こっち側からも開きますし、後ろ側からも開きます。よいしょ。じゃあちょっと後ろを見てみますね。後ろは今回こんな感じです。前回とあまり変わらないんですけども、先ほど言ったように前からも後ろからも開くのはこういうことですね。今回はこれね、これをビヨーンと伸ばすと洗濯の干す状態になっております。タオルの中で。で、スプレーなんですけど、とても便利です。前回言ったドライブボックスです。こうすると荷物が全部くぐって入れるようにしてあります。そしてこれですね、雨具一式は。長靴とですね、梅雨時期のお出かけなので雨具がすぐ取れるところに入っております。こんな感じかな。以上、私のハイエース旅自宅。行ってきます。あとは荷物積みだけです。行ってきます。